おはようございます。速稼塾の久保でございます。で今日はですね、この iPhone 11 Pro Max のちょっと通信速度のお話をしようかと思いますね。まあ細かいね数字とかは出せないんですけど、私はそういうのめんどくさがりなんですけども、この iPhone 11 Pro Max にした途端なんかね、その通信回線がすごく悪いんですよ。でこのなんですかね、今までなかったようなね、このアンテナですか、アンテナの立ち方もちょっと弱くて、何なんだろうなと思いました。固定回線を光をこっちに飛ばしてるんですけども、それがねどうも調子が悪いということで、どんな時も Wi-Fi につなぎ直してみたんですよ。そうするとねサクサク進むんですよね。やっぱりねこの iPhone 11 Pro Max っていうのは調べてみると、検索してみるとやっぱりね急にね通信速度が悪くなるよっていう風なクレームが多いそうなんですよ。各キャリア、そうですね、ドコモもそうですし au さんもそうですし、ソフトバンクもそうだということなんですよ。で多くの方が同じような問題で、まあ、悩まれている時に解決策が今のところないということだったんですけども、バージョンアップを待つということだったんですけども、試しにこれをやってみたらねサクサク進んだんで、まあ11 Pro Max でお悩みの方はこういうふうなものをねつけてみると全然このストレスはなくなるんではないかなということでございます。さあそして今日のビジネスのお話なんですけども、お金のちょっとお話をしましょうか。お金を借りるという現象ね、これどういうふうに感じられますか皆さん。お金を人に借りるって結構ね難しかったりしますよね。で貸す方も嫌ですよね。でお金を借りる行為ってのはちょっとまあ、ね、卑屈というか下手に出るというかね、なかなか難しいんですよね。で貸す方もなんかその人の関係が壊れるんで、基本的には貸したくないわけなんですよ。この関係、お金を借りるっていうの、そしてお金を貸すっていうのはこのね関係をね壊しやすいんですよ。でもですね、まあ、ビジネスをしたりとかセールスをしたりとかサービスを提供してお金をいただくってものはどうでしょうか。このお金を払う人の一番喜ぶことをしてあげて感謝でお金をもらうということなんですよ。しかもねこれお金を借りるのと違ってものすごくいいのは、返す必要がないんですよね、もらったお金って。まあもちろんあのクレームがついて返金っていうのはありますけども、基本的には返さなくていいお金ですよね。はい。でなんでねこのねお金を借りるのとお金を稼ぐのとね、これをここで今並べたかというと、これ実はねキャッシュフロー的には同じなんですよ。そして労力も一緒なんですよ。お金貸してくんないっていうのと、これを買ってくんないっていうのと労力同じなんですよね。そして商品やサービスを提供したら相手に喜ばれてもっともっといい関係になると。でもお金を貸してっていうと喜ばれずにもっともっと悪い関係になるわけなんですよね。まあ、ここで私は思うんですよ。お金を手に入れるのが下手な人は借金で手に入れようとするんですよ。でもお金を手に入れるのが上手な人はビジネスでお金をもらうことによって手にするわけなんですよね。この差はすごく大きいですから、お金を借りないといけないなっていう時にはもう一度考えてみるといいかと思うんですよ。3000万円以上借金した私が思いますけども、お金を借りる時っていうのは返すあてもないのに、あの手この手である意味ね人を騙して、まあ、銀行にお金を借りる時でも決算書をねもうどうにかいいように見せるようにっていうふうにもう加工して出すわけなんですよ。もちろん粉飾なんてのはしないですけども、まあ、経費をねこう削っていったりとか、従業員のこう、ね給料と調整したりとか、あとは会社に来てもらった時にも、まあ、きちっと掃除したりとかね、もう腰をピッと曲げてねお辞儀したりとか、もういろいろ取り繕うわけですよ。でも同じようなことをね身だしなみをするにしても、挨拶をするにしても、同じようなことをするにしても、サービスの提供とか商品の提供、要するにビジネスをして稼ぐってことはお客さん喜ばして喜んだ対価としてお金をいただくわけですから、こっちも胸が張れる、お客さんも喜ぶ、そしてお金返す必要がない、両方嬉しい嬉しいになるわけですよね。お金を借りることを考えるとき、やっぱりねもう一歩踏み込んで、このお金を借りる金額、例えばそれが100万でも200万でもね30万でもいいんですけども、これなんとか稼ぐことはできないのかなっていうふうに考え抜くことによって、自分のお金に対するキャリアがねついていくんではないかなと思います。借金3000万円以上した私がですね、同じような労力で今度は稼ぐってことをすると、まあ3000万がねスパッと消えて、逆にですねこうやって一戸建てが一発でバーンと買えたりとかね、で去年今年はベルファイアを買って、でそのトランゾム83年式ナイトライダーを買って、まあ車のことばっかりあれですけどね、要するにねもうお金回りがすごく良くなったってことなんですよね。で私はまあビジネスをするきっかけっていうのは、きっかけっていうか目的っていうのは投資のお金を作るためにやりました。金も翔さん貧乏父さんのエンプロイヤー、スモールビジネス、ビッグビジネス、そしてインベスターってありますけども、私は一つずつ階段を上るように、まずは労働者、そしてスモールビジネスたる自己アフィリエイト、そして、自己アフィリエイトを人に提供していったりする、速稼塾、それがビッグビジネスで、最後にその余剰資金をどん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 作っていって、余剰時間をどん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 作っていってインベスターになったわけですよね。だからね一足飛びに
エンプロイヤーか E からインベスターになるのはこれはね飛び級みたいなもんですね。小学生がいきなり東大受験をするのもんなんで不可能ではないんですけどもなかなか難しいかなと私は思っております。ですので私はね本当にコツコツ地道にって言葉がありますけどもあれを具体的にビジネスで使おうとするとまずはエンプロイメント労働者をやってそしてスモールビジネスを成功させてそのスモールビジネスを外注するなりシステム化してビッグなビジネスに育っていくその全てのセンスがインベスターとして力を発揮するときに問われるのではないかなというふうに考えております。それでは今日は以上です。